はい、どうも、ボックンゲームでございます。ということで、今回ね、トップエージェント、カストロ、引きましょう。ということでね、動画は撮ってあるんでね、そこの方にね、カストロの方に飛んでいってね、やっていきましょう。確定演出来ちゃいましたけどね、とりあえず行きますか。ってことでね、まあ、トップエージェントで黒来たってことはね、相当かな、これいいやつ来たんだろう。ということで動画の方ね、ガチャの方に、まあガチャで撮るとこはね、ちょっと音ないですけど、またその後もあの音を取ってる、撮ってるんで、なんて言うんだろう、ガチャのとこだけ音ないですね。なんでじゃあガチャの方ね、一旦見てもらいましょうか、確定室。さあ誰が当たったのか、皆さん気になるところでどうぞ。いかがだったでしょうか。ということでね、まさかのおにぎりテベス君、テベスっちが来ちゃいました。いやー、ここ来る、この流れでまさかのね、いやーって感じですよね。正直あのこのクラス来るならこの辺来てほしかった。いやー、マジかーって感じでしたね、これ。そこ来るってね、もうね、そこピンポイントでアウベスさんに呪ってきましたね。城之内くん、マジックカードオープン。アウベスの呪い、アウベスの呪いの効果によってテベスを確定演出させるというね、マジックカードをオープンしちゃいましたがね、まあ、今回テベスさん当たりということでね、当たっちゃいましたね。当たりというか、そのテベスちゃんが当たりというわけではない、テベスが当たった、ただ単に当たった。当たりモンスターはこの辺、特にネイマールとかメッシ、ロナウド。テベスね、88もあるんですかね、これ。いやー、マジね、ちょっとね、まあテベス使っていこうかな、じゃあ。ということでね、今回の動画はまあ黒確定演出カストロトップエージェント来たということでね、まあ、嬉しいことであり少し悲しくもあるという動画です。またエース狙ってね、また貯めていくんでね、まあ今は溜まってるんですけどね、引いていきたいと思います。ということでこの辺で動画終わってね、また次回やっていきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。